はい、オリックスファンの皆さんおはようございます。なんとですね、広島東洋カープ西川龍馬選手、オリックス入団の決意を固めたということが昨日分かったようです。いやー、念願のオリの恋人が、入団ということですね。条件はなんと、2つ報道が出て、4年12億と5年15億、まあ、どうしても年俸3億円の長期契約、まあ多分その4年でオプションが1についてるとかなのかな、予想ですけど、ね、最大5年15億ということで、いやーすごいね。やはり大正区で、野球やった大正シニアでやってた、西川龍馬選手がね、やっぱり5000万でもオリックス、何言ってんの、阪神も5億ですよ。はい、15億だからね、総額は15億なんで。いやーめでたい、西川龍馬選手、やりも通算打率2割9分9厘とかね、ホームランも2桁いけそうな、バッティングを持っているので、非常にですね、彼の加入というのはもうオリックスの外野陣にとってはね、めちゃくちゃ大きな補強だったんじゃないかなと思います。はい、外野がね結構安定しなかったっていう部分が今年はあるので、若手組もいるし、まあ、杉本中川とか実績組もいますけどね、そこに西川選手、しかもね左が結構ね安定的なレギュラーはいないんだよね。右は杉本中川といるんですけど、左は、まあ、茶野選手が出たりとかね、いろんな選手がね出てるので、まあここは西川選手の加入はめちゃくちゃでかいですね。はい、もうこれはね、もう4連覇ですね。敦賀気比はうちもね、山田信義投手とか山崎総一郎投手とかね、めちゃくちゃいっぱいいますのでね、なんでもなんか敦賀気比の伝説の先輩吉田正尚の7番を受け継ぐのではないかという、7番がまた復活するというですね、嬉しいニュースもありましたし、非常にね素晴らしい西川龍馬監督、オリックスのことが好きでオリックスに入りたいっていう選手なんでね、もうぜひね、オリックスに来てもらって活躍してもらいたいなと思います。西川龍馬選手、ようこそオリックスバファローズ。はい、そしてね、4連覇ぜひみんなで目指しましょう。